私たちは物と出会う嬉しさありますよね。そして物と共にある喜びありますよね。でも物を始末する痛みも同時に引き受けていく。これも人間関係に例えて言うならば分かりやすいですよね。友達と出会う嬉しさ、その友達と共に過ごす喜び、 でも別れという痛みがある。出会う嬉しさ、共にある喜び、別れる辛さとはワンセットです。嬉しさと喜びだけは OK で、別れる痛みは OK ではない。それはありえないことですよね。だって必ず出会ったら別れていく。卒業とか、あるいは引っ越しとか。 人生のさまざまなステージで出会った後には必ず別れがついていく別れが伴う最終的には死という別れがありますよねですから出会う嬉しさ共にある喜び別れていく痛みこれはすべて一つですものも一緒ですところがものだけはどうもその 始末していいいく痛みというのは受け入れがたいなぜだと思います人間関係ならば人との出会いならば別れの理由は相手にもありますよね。だから全てを引き受ける必要はない。けれど物は勝手に入ってきた勝手に出ていく。違いますよね。やっぱり自分の手を 通してててて入ってきて出ていくわけですですから始末するということは自分が全責任を負わなくてはならないでもやっぱり始末するのは心が痛いそれから逃げたいばっかりにそれと向き合いたくないばかりに私たちは「もったいない」という言葉を使って取っておこうと。 その物を自らの手で始末していくということに、その心の痛みに比べれば、物を取っておいた方がずっとずっと楽だからです。そうして物が溜まっていく。そうして物の処分場は家の中にどんどん増設していく。結果物の方が多くなり、 自分は隅っこの方で息苦しい思いをして片付かない片付かないと悩んでいるとてもとてもおかしいことだと思いませんか捨てられない捨てられないと思うのはそのものを始末する痛みと逃げているからなのかもしれないです改めて「もったいない」という言葉「捨てる」 後ろめたさと罪悪感と勇気を出して向かっていかなくてはならない。ある意味ちょっときついのが断捨離でもあります。その捨てる後ろめたさ、そして捨てる罪悪感と向き合っていく。まずそこからがスタートになります。向き合ってい 向き合合いいいながら折り合いをつけていく最終的にはその捨てる後ろめたさと罪悪感を受け入れていくこれが断捨離ですね DVD 付き断捨離入門講座はアマゾンや書店ではお買い求めいただけません。 スマートフォンでご覧の方は、どうぞ概要欄からお申し込みください。そしてテレビでご覧の方は、こちらの QR コードからお申し込みいただけます。お待ちしています。ありがとうございます。YouTube をご覧くださりありがとうございます。ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。さらにお得な情報はここからゲットしてくださいね。